じゃん。ジャックさん、これなんでしょう。ジャックが好きなさつまいもだよー。リリは好きじゃないじゃん、さつまいも。食べる？食べたい？まだまだまだ。中身だけね、中身だけ。ジャック。ちょっと待って、座って待ってて。今日のさつまいも、スルスルって剥けちゃった。ジャック。どうでさつまいもが美味しいんだろうね。柔らかいのが好きだけどな。さつまいもだよ。美味しいね。かわいい。ピクはね、甘いさつまいもが好き。これは紅はるかです。今日の。りーちゃんも食べるの？あ。りーも食べる？ジャックさん、さつまいも美味しいね。ジャックはね、お腹がゆるいから、ちょっとさつまいもちゃんと食べて食物繊維を取りましょうね。美味しい？落ちた。美味しいね。あと一口でやめとこ。食べ過ぎも良くないからね。猫がさつまいも食べるのってなんだろう。太りすぎなのかな。でも食物繊維取るから。はい、じゃあおしまい。ごちそうさまして。美味しかったね。美味しかったね。さつまいもが好きなジャックさん。あはー、じゃあ本当にあとちょっとね。あんま食べ過ぎも良くないから。あ、かわいい。手噛まないのお利口さんだよね。美味しいね、さつまいも。ジャックはね、柔らかくて甘いさつまいもが好きなのかな。ジャック、ごちそうさま。絶対ごちそうさまって言葉知ってるよね。何このリリ。リーちゃん、はい、じゃあまた目になんか入ってんの。なんかリリがね、いつも片目閉じてる。リリ、リーちゃん、はい、リリリーちゃん、さつまいもは食べない。ごめん、さつまいも好きじゃないんだね。私全部食べちゃうよ。いい？え、なんてしてみたらいいじゃん。美味しいかもよ。ジャックがカニカマ嫌いなのと一緒で、リリもさつまいも嫌いみたい。美味しいのに。